皆さん、こんにちは。今回は先手番でやっていきます。相手の方、ご機嫌中飛車。ご機嫌中飛車なんですね。ご機嫌中飛車なんですね。ご機嫌中、端角中飛車なんですね。でも、端角中飛車、対端角中飛車は、僕、世界一得意なんで、任せてください。早めに玉を寄っておくのがポイント。早めに玉を寄っておくことで、角のラインからかわしておくのがポイント。で、あとは銀上がって、中央守っとけばもう勝ち。はい、もうこれで勝ち。皆さんもう勝ちです、これ。はい、もうあとは歩ついて、中央もりもりしとくだけ。はい、勝ち。はい、同銀で。もう厚みがすごい。はい、もう厚み。こうやって厚み気づいとけば、端角中飛車には勝てます。はい。もうこれで勝ちなんで、あとはどう詰ましていくかなんですけど、まあ、銀出て厚み加えときますかね。で、銀出て、で、銀2枚並べていく感じがいいですね。この銀を2枚並べて、圧倒的厚み、そして位を取っていく。もう誰も突破できない。誰も突破できない圧倒的厚みを築いていって、ちょっと端歩ついて、端角の頭を攻めようかなっていう気もしてるんですけど、まあちょっと狙っときますか。次端歩ついて角頭を狙えれば、こっちが良くなりそうなので、何か対処してくるかなっていう気がするんですけど、何してくるんやろ。これなんか例えばここで金上がっちゃってると、次、歩突き、同歩、同香って言っても、角で金取られて、同金に、香車でズドーンってここにいる香車取られると、金香2枚取られて嫌ってことあるんですけど、今角のライン上に何もいないので、そういう角切られるみたいな心配はないですね。だから次行こうかなと思ったんですけど、香車上がりは、端何も受けてないようで、実はすごい受けてる手で、歩突き同歩同香って言ったら、角かわして、香成りの時に同飛車っていう受けを作った狙いですね。だから、ちょっとこっちとしては端行きにくいので、反対側の端一旦ついとこうかな。なんか、どっかで端角狙えるし。うん。あー、桂馬。まあでも別にそれが何を狙ってるわけでも、ないと思いますので、ないと思いますので。まあ、歩ついとくか。なんか、歩つくのもな。なんか、向かい飛車から逆所と、しばきに来ている。いやー、でも、それは無理筋な気がするんですけどね、私的には。そうでもないんかな。なんか、同銀って取って、同桂がすごい不安定なんで、まあ、とりあえず銀打ちつけといて。勝ちでしょう。まあ、次、銀絡まれたら嫌なんかな。別に、それすら別に嫌でもない気もするんですけど、まあ、ちょっと金上がって受けとく。これでも、かえって、切られる筋与えちゃうから微妙かな。よくわかんないけど。こんだけ手厚い陣形気づいとけば突破無理でしょう。なんか、こうやって自然に指してると、なんか相手の方は指してなくなるんですよね。で、なんか、させてなくなって、例えば、させてない、金とか上がっちまうかってなって、その時に飛車の横利きが止まるから、歩突き、同歩、同香からの、香成りの時に、飛車で取れないとかあるんで、なんか良くなりそうやけどな。で、これは油断してると、桂成り、同桂、歩突きで、桂頭を狙われて嫌っていうことになりかねないので、まあ、一回飛車浮いて、桂成り、同桂。あー、それでも歩突きある。あー。今、桂成り、同桂、歩突き。同飛車に銀打ちで飛車詰ますとかもあったかもしれないですね。まあ、ちょっと、やりにくい意味はあったか。これでも、だって、桂馬。桂馬もらったら桂打ちあるけど。そういうのはもう関係ないっていう世界線な。そういう世界線入ってんの？
歩ついて桂取り催促して桂成り同桂歩に桂打ちで勝負する。歩ついて歩成りを狙うのも結構気持ちよさそうなんですけど、歩ついて歩成り狙うのは歩突きの時に歩で我慢されると桂馬打てなくなるんで、なんか損得微妙ですよね。損得が謎、損得が謎っていうことになっちゃうんで、歩突きは桂なられる。あ、でもそれ一本取れるか。あれ？これ歩突いたらどうすんの？あ、え？取ったら角成り同角歩成りで突破されるけど、同歩で勝ち。で、今の歩突きじゃなくて桂成りだったら一回歩取り込みとかが効いたんで、それで戻すんや。でも歩得ぐらいで良さそうやけどな。角成り同角とかで荒い、そういう思想荒い。いや、悪い理屈ないでしょう。駒得ですし。ねえ。角引いたら、歩突き同歩同飛車で突破できるんで、これ多分もう、端角中飛車やってくる人ってすぐ切ってくるんよな。そういう偏見よくない。え、てかでもこれ将棋の手的にも、引くと何もできなくなるんで、切ってくるかなと思うんですけど、同角は金が嫌なんかな。全然嫌な気、あ、でも同角は歩垂らしとかも嫌か。同金で取った方がいいか。これだと歩垂らされても、次歩成りには同金で対応できるし。悪いってことはないと思うよな。知らんけど。なんか同角の方が、金上にいてくれて厚みがあっていい感じもしたんですけど、同角はなんか歩からの歩成りが角取りになるのが気持ち悪かったですね。で、銀を打って、これは金打ちだけを狙ってきている男、金打ちだけを狙ってきている男なんですけど、まあ別に金打たれても死ぬ気はしないし、っていうのはあるんですけど、まあ嫌なんかな。もう全部受けとくか。もう気持ち悪いのは全部受けとこう。これでどっかで歩ついて、桂馬もらって、桂打ちで仕留めよう。そういうプラン。そういう必勝プラン気づいていこう。そういう必勝プラン気づきまして。でもこっちも歩切れなんか気持ち悪いな。歩が100枚ぐらい持ってたら自信あるんですけど。あいにくゼロなんで、結構歩切れてたたるんよな。まあ形勢判断すると今角金交換でこっち駒得してるんで悪くはないと思うんですけど、それは特に次厳しい手がなさそうやから歩ついて狙い通り角道開けつつ、まあ歩成り狙ってきますか。飛車回って受けてくるんですかね。攻め合い、それ金引いてどうすんの、それ金引いてどうすんの、それ金引いて銀取りよ。金絡んだら取って同金同角で金銀2枚もらえるよ。逃げるの？あ、なるほどね。歩成りを狙ってね。あー、それなるほどか。それはなるほど説ある。確かに歩なられると気持ち悪い。ちょっと待って、これ。割と激戦になってない？割と激戦説ない。大丈夫。まあまあ、取っていっかな。同桂なり同角で。この成り銀がちょっと。あ、待って、相手の方金銀持ってんの？なんでそんな持ってんの？いや、それ聞いてないわ。まあでも角かわして。なんか金だけだと勘違いしてたんですけど。あ、今銀渡したんか。なるほどね。取っといて。まあ、桂打ちに相手の方も震えて眠れない毎日送ることになるでしょう。で、冷静に駒の損得を数え直して生きていくと、冷静に駒の損得を数え直して生きていくと、駒の損得は、金銀がこっち少ない。角桂が多いから、金銀と角桂の交換か。それあんま自信なくね？それあんま自信なくね？あ、待て、でも、あー、待て、でもこれちょっと待って、紙プラン見えたかも。角引いて、
多分金打ってくるんですよ。金打ってくれないかな。そういうの願うのよくない。金打った手が、成銀に紐つけつつ、わーい、はい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 。そう、それが嫌だなと思って、角引けないなと思ってたんですけど、これは勝ちになりましたね。銀取りにしながら成銀紐つけて、いい手なんですけど、いい手というかそれで困るかなと思ったんですけど、桂馬打つ手が激痛ですね。玉引くと金打ちで詰み。だから寄ってきたんですけど、金打って、勝ちになったら急に切り出す。これで角出て、王手金取りなんで、これで相手の方の攻め駒が、なんかもう全部取れる感じになるんで、これは勝ったでしょう。ね。プロ。これが端角退治です、皆さん。これが、でもこれ銀とか絡まれてさあ。ちょっと待って、まだ難しい説あんの。あー、ない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 。勝ち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 。もう勝ち。勝ち。これで成銀引いてきたら、同銀で、同銀成りの時相手玉詰みですよね。持ち駒金銀あれば、詰みですね、同銀で。はい。端角中飛車には厚みを築きましょう。これで角捨てれば、詰んでるよな。同玉で銀打てば。うん、詰んでますね。厚みこそ正義。銀打って。上がったら金。あ、引いたら金。上がったら金。それ以外の逃げ場所もないので、これは罪ですね。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今回、激戦。激戦のモサー来てるんですけど。激戦のモサーすぎるんですけど。激戦のモサーが来ちゃってるから中飛車しちゃう？激戦のモサーには中飛車よ。ご機嫌中飛車。ああ、そういう感じね。あれでもそれ5五歩ついてちょっと得するんじゃなかったっけ、こっち。なんか微妙な違いなんですけど、ここつくなら一回歩ついといた方が確か得なんですよね。歩つかれたら角上がってここ受けるんですけど、そこで歩つくと。何が違うかっていうと、これここで歩ついて、同歩同角ってなるんですけど、角がこう、歩突き角上がりの変化入ってると、一回ここ経由してこう行ってるんで、行って損するんですよね、こっち。ただ今回はダイレクトに行けるので、なんかちょっと得するみたいな。で、これ角成り合い！バレたか。今の歩とかついてくれたら実は角成って、世界最速の詰みが発動するんですけど、歩ついて角成れれば、飛車と角の両王手で詰みっていうので、それ何手ぐらいやろ？もう10手ぐらいで勝てるっていう定石があるんですけど、そこまで甘くはなかったですね。で、角引いて。ちょっと待って、今回序盤のいろんな変化が、面白い変化がありすぎて、ちょっと語りすぎて、まだ5手ぐらいしか指してないのに1分以上経ってるんですけど、それはさすがにビビる。これはさすがにビビるんですけど。まあでもなんか手順に一歩交換できたから不満ないでしょう。知らんけど。知りませんけど。知らない案件ではあるんですけど。って感じで。まあ端歩は受けとく。玉寄っといて。いやーちょっと銀急いどいた方がいいかな。角頭を守るために。なんかこれ、イエーイ金なんか昔中飛車に4六金戦法とかあったな。4六金戦法というかタコ金。タコ金は違うか。タコ金はひねり飛車に対してやからちょっと違うけど。中飛車に対して4六金戦法みたいなあったな。あったな。というかその時代知らんけど。昭和より前？昭和に流行ったんやったかな。この頃将棋してないんでわかんないんですけど、将棋してないというかなんならちょっと生まれてはないんですけど、生まれてはないって何？生まれてはないって何って感じなんですけど。ええー、いや、ちょっとそれわからんって。ちょっと待って。急にそういうマイナーな戦法するのやめてもらっていい？ただただ困る。いや、ちょっと玉の硬さ主張しとく？そういうのはぬるいんかな？そういう指し方はぬるいんかな。
一回角引いて、角出を見せるのを急いだ方がよかった。いやー、銀。牛韻ね。ちょっと角引いとくか。歩突き同歩同金なら、角出た時にすぐ香取りで反撃できるんで、そういうの見せてどう？どうよ。あ、なんかシンプルに今、舌打ちみたいな音出ちゃった。舌打ちではありません。はい。リップノイズです。ちょっとリップノイズが出てしまったことを、お詫び申し上げます。片身の囲い。これほんまに大丈夫？こんな悠長に囲って大丈夫なんかな？風付きとか大丈夫そう？あー、暗い張って。暗い張ってね。桂馬跳ねたら歩？桂馬跳ねて銀で取って。謎だね。謎すぎるんだね。でも桂馬使いたいよな。いやでもこれ桂頭狙われるんで。怖いね。いやでもちょっと久保九段を降臨させよう。自分の中にちょっと久保九段を降臨させる。こう下ろしてくる。ちょっと久保九段を降臨させて。久保九段ならどう指すか考えよう。久保九段の棋譜は、振り飛車党時代、自分が振り飛車党時代、たくさん並べてて、あ、桂馬なんや。その交換ならまあ、安心はするよね。なんか、こっちとしては桂頭をひたすら攻められて、桂馬タダで取られるのが怖かったんですけど、これはまあ、タダで取られるっていう感じではないと思うので、うん。まあまあ、それなら、一つ安心ではある。ただ、どう裁くかは、わからん。なんかもう角出る将棋でもない気がするから、歩ついて、銀でとか防いどく？殴りに来た。マジ？なんなんそれ。同歩で？同歩でなんなん？同金？桂跳ね？同金？それはちょっと嘘案件じゃない。嘘案件すぎて唾飛んだわ。それ嘘じゃない。なぜ嘘かというと、歩打っといて、金の逃げ場所がここしかないんですけど、その時に銀か角持てばここに打てば飛車金両取りかかるみたいな感じで、その形がすごい悪い形なんで、それはちょっと嘘つきすぎじゃない。いや、ここで止まられんの怖すぎるんですけど、金引く以外あんの？金引く以外あんの？金、ああ、そうよね。で、銀か角もらえば打てるから、銀か角がひたすら欲しい。あの子が欲しいってことで、ふーってなんか、次ワンチャンもう取って、同銀同飛車、同角に銀打って飛車金両取りみたいな見せていくか。ちょっとヤンキーかな。マイルドヤンキー説あるよな。あー。金使ってね。確かにね。これ取ったらどうなりなん？まあ、同銀か。同金は歩で詰むし、同角は、なんか同飛車とかも気になりそうな気がするから。取ったら同銀なんでしょうね。確かに。でもその時に、こっちもどう裁くのか。なんか、歩とかついてしばきに行ってなんとかならんの。歩は？怖いねー。歩ついて、あーでも同金でダメか。で、歩って金いじめようと思ったんですけど、まあ金出られて、同銀とかなったら、まあでもそこで金打っても、まあ飛車引かれてもあんま意味ないか。さばき方がわからん。キューボさばき方。キューボさばき方って感じ。次、銀出られんのか、しかも。まあまあ、銀出られんのは、銀もらえるし、いいか。同銀で。まあ、同角が、すごい効いてくるのが、ダルシムって感じなんですけど、まあ、それは、致し方なし。致し方なしということで、
勘弁してもらって。ええー、ちょっと待って、刺してマジでわからん。あ、刺してマジでわからん病発病してる。歩突き同桂、同桂同金に桂馬打っといて、両取りを狙う。桂跳ねの両取りを狙う。うさんくさいね。いや、でもちょっと手がわかんない。でもこれ、ブブブブ。これ同桂で取られると飛車がビュン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 来るから。そうっすよね。まあでもしょうがない。やっちゃったもんは。やっちゃったもんはしょうがない。とりあえず打って。とりあえず打つ。とりあえず打たれるだけで嫌なんですよね、これ。居飛車側で何度打たれてきたことか。で、とりあえず打たれると嫌なんで、まあ何が言いたいかっていうと、とりあえず勝ち。とりあえず勝ちって言っとけば勝ち。いやー、どうなんやろ、形勢。激戦としか言いようがないか。ちょっとこっち抑え込まれ気味な感じもあるけど、まあ相手玉薄いんで、将棋って結局硬さゲーなので、まあ玉が硬い私の勝ちなんじゃないかと、そう世界に訴えかけていきたい。で、角使っといて。角道が止まったので、その止まったラインで角を使っていく。ゼッティング。ゼッティングでね。なんかないの。なんか遅れ。え、なんもないのこれ。なんかあるやろ。無責任すぎる。なんかはあるやろ。いやー、なんかってないもんなんかな、世の中意外と。なんかとか言っても。意外とそのなんかはないのか。ちょっと攻める手が思いつかないから、ちょっと、はめていきます。いやー、はめてないから、じゃあ別にはめてないわ。これなんか銀出られたら、桂馬捨てて、同銀で、いやー、ちょっと待って、桂取り催促されてる。桂馬捨てて同銀で、角成って同玉で、無理やり角交換すれば角打ちの飛車金両取りがあるんで、ちょっとそれを目指して生きていきたいんですけど、ちょっと待って、でも、シンプルに次歩で取られる。それ大丈夫そう？最悪桂跳ね同香歩とかで端攻めできるか。いやー、それも別に刺さってなさそう。刺さってなさそう度合いがすごいんですけど。歩ついて、いや違う。歩打ったら銀引かれる気がするな。歩打って銀引かれて、いやー、歩打っちゃった。飛車が使えへんもんな。そんなんちょっと犯罪よな。そんな手を指してるようではって気がするんで。3分。ちょっと待ってよ。角とか出ても歩打たれる？これが抑え込まれてるってやつなのか。桂跳ねは同香歩、同香同香歩。同香歩。強者。取る、取る、取る。お手手が見えまちゅん。いや、マジで手見えん。やばい。え、2分30秒じゃなくて、手が見えへんねんって。いやー、手が見えてないわ、これは。完全に手が見えてない人の手。完全にお手手見えてません。いや、まずい。まあ、金使っとくか。歩突かれたら桂跳ねで勝負しよう。そういう人生歩んでいこう。もうとりあえず駒使って勝負。はいはい、もう跳ねる。もう跳ねて。もうつく。つくのも怖いけどね。美濃囲い端弱いんで。端から攻めるとカウンター食らいやすいんで、怖いですけど、もうしょうがない。そんなこと言ってられない。怖いとか、怖いも減ったくれもない。やるしかない。ああ、もう引く引く引く。ああ、まあ強く玉もあったかな。まあでもそれはちょっとファイターすぎるか。ええー。まあでもどう、いやーまあ今日、いやー今香成れるかなと思ったけど、歩成りきつすぎるかなと思って同桂で取ったけど、普通に香成っといた方が良かったかもね。息切れるかと思った。いやだって香成りでさ、角取りに行ったら角きつかったやん。なんで香成らへんかった？頭おかしいんちゃう？頭おかしいんですね。はい。きっと、頭がおかしいのでしょう。
だってそう、それ痛すぎるもん。まあでもしょうがない。今日なって、これ角出られるんですよね。ただまあ、封打っといて我慢しよう。もうノータイムで、時間をもう追していく。ワンチャン桂馬取って、同玉に桂打ちが角銀両取りとか、そういういやらしい技を、こねくり回して逆転狙おう。角もらったら角あるの忘れないでね。で、金銀をなんか中央に寄せといたから、玉ここの中央逃げた時に、安全になってるのがめっちゃでかい。冷静冷静選手。冷静選手やん、それ。さすがに。2分じゃなくて、いやー、ちょっと待って、それは冷静の極みや。冷静の極み乙女って感じなんですけど。待って、させてわからん。金寄っとく、それ意味ないもんな。桂馬が欲しい。香車いらんて。香車どこ使う？ここは同銀同銀同金同金同角で取られる。香車の使いどころさんが、ないんですけど。いやー、意味ないね、これ。3号桂とか下手したら打たれるし。私は一体何をしているんでしょうか。まあでも時間がないから、刺さないよりかはマシか。刺さないよりかはマシ説。同角！同角！おい！それは同銀でなんな。あ、同銀桂馬か！おい、金上がった手マジでうんこやん。ちょ、金がうんこすぎるマジで。金がうんこすぎるんよ。同銀桂馬の両取りになっちゃってる。うんこな手刺すとマジでこうなるんよな。ひどいね。まあ、でも持っていくしかない。これでまあ次も歩で追い払うとかちょっとそういう、でも歩で追い払ったら銀で同香同角が飛車取りなんよな。うおー、それもあんの。でもそれ同金同角飛車走れんの怖くないの。もう飛車走ろ。気合で。もうなんか左右強撃になったからちょっと怖い気がするけどな。あとワンチャン飛車切って同歩に角が王手金取り。まあそれは飛車渡すから相当やりにくいけど。まあこっちも金打たれたら死にそうな顔してるけど。なかなかに死にそうなお顔はしてるんですけど。まあ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 、それはもうしょうがないかな。それはもう、しょうがないんじゃない？切って同歩に角も王手金取りか。その方がうまつく。あー、だから逃げてきた。いやー、でもこれは流れちょっと来てるんじゃない？ちょっとは流れ来てる気がするけど。その流れを、掴み取れるのか、俺。いやー、掴み取れんか。飛車回ったら、それがぬるいか。あと銀なられるのがだるい。勝負手の歩。帰ってくれたら得。帰ってくれたら得。どっかに、銀引きとかで。帰ってくれたら大得。でも帰ってくれない気がする。でも気合で帰れと言ってみる勝負手どう？気合で帰れって言ってみるのどう？いや、この勝負手が通れば。銀引きとかで通ればめちゃめちゃでかいけどなぁ。京巣が痛すぎるか。あ、京巣は歩で止まるか。京巣？まあでもそういう歩、まあ歩で止めるのでも、打った手の効果がどれほどあるのかよくわからんから、やりにくい。いや、ワンあるワンあるワンある。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 ワンあるぞ、これは。全然ワンある。ワンしかない。ワンしか叫ばれてない、今。今、世の中でワンしか叫ばれてません。はい。ワンしか叫ばれていないので、ワンしか叫ばれていませんので、ちょっと待って、マジで。死ぬ、ちょ、これマジでどこ、うわー！同銀は？あ、同銀、同金、同飛車なら金打って、詰めろ、飛車取り。うわ。違う、これ、打たれる。あー、それ痛いか。あー、今の、でも今、同金、同金、同飛車、金打たれたもんな。くそ。まだでも、角で受かる。これ、馬引かれたら終わるか。でも、馬引きってちょっと、つぶりすぎ。てか、普通に銀ボロ、銀ボロでもきつい。
銀ボロでもきついか。いやー、そうか、銀桂馬なんて手があんのか。取れたんですけど、同金同飛車金とか縛られたら、きつい気がしちゃったな。それは、きつい。それはきつい。詰みか。いやー、なんかなかったんかな。なんかあった気もするけど。まあ、これは同馬でも詰みですし、そうですね。まあ、詰まさなくてもっていう感じですね。まあ、せっかくなんで最後まで刺すか。切って、金打って、逃げて、まあ、なんか打てば、詰みですね。いや、なんかありそうでしたけどね。ちょっと。見ていきたい。ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけど、グラフはこんな感じになってます。先手番なので上に触れてたらこっちがいいんですけど、はい、全然触れてません。最後なんかチャンスあるかなとか言ってたんですけど、全くありません。というわけで、まあ今回どこが悪かったか難しいんですけど、まあここかなっていうのがあったのでそこ見ていくのと、結構今回序盤の展開が面白かったので、そこ見ていきたいと思います。まあ、一つのなんか定石形で、こう5筋を交換していくと。で、これ、5筋交換しただけやん、みたいな感じで、飛車先の歩突くと、実はもうこれ将棋が終わってて、角なれば、詰みなんですよね。飛車と角の両王手で、相手玉が詰んでると。あ、飛車の角の両王手で、それを同時に受ける手がないので、相手玉は詰みっていう定石があって。これなんかぼーっとしてるとほんと食らってしまうので、覚えといた方がいい定石の一つですね。まあこういう変化が実は裏にはあったんですけど、まあそういう詰みを防ぐためにしっかり玉を囲われてしまいましたね。まあこれで一局の将棋っていう感じなんですけど、でまあどこで悪くなったかなんですけど、ここかなっていうのがありますね。今、歩を打って、金を引いてきた局面なんですけど、歩打って暴れに行ったんですけど、これがちょっとやりすぎでしたかね。金寄られて受けられると、ちょっとこれ以上攻めることができないので、ちょっとやりすぎだったかなっていう気がしますね。まあ、攻めるのがやりすぎなので、かえてこう銀を上がって、なんか木村美濃に組み替えとくぐらいが良かったみたいで、まあこれなら一局の将棋だったみたいですね。まあ本譜はちょっと動きすぎて、そこを咎められて、こちらの負けになってしまいました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。